ミャンマーの国章は、ミャンマーのすべての政府公式文書、政府出版物などに使用されている。現在の国章は、2008年の住民投票を経て、決定されたミャンマー2008年新憲法に基づく。左右に、チンスと呼ばれるミャンマー古来の死子像が配され、それぞれ外側を睨んでいる。その内側には、ミャンマーの地図があり、 その周りは2本の稲穂が円形に囲み、上には星がある。星と稲穂の外側はミャンマーで円軟の花のデザインで飾られている。下部には帯があり、ビルマ語でミャンマー連邦共和国と書かれている。王政時代から植民地時代にかけては緑の孔弱というデザインがビルマのシンボルとして使われていた。コンバウン王朝時代やビルマ国時代の国旗にも、 緑の孔雀が用いられている。1948年の独立当時の国章は、下部にミャンマー連邦の文字が書かれた帯があり、両脇と上に合計3匹の獅子がおり、ビルマの地図の周りはビルマ文字の描かれた帯が円形に囲んでいた。しかし、ネビン将軍のクーデター後、ビルマ社会主義計画等が政権を取っていた1974年に、 デザインが改定された。それまでのデザインとほぼ同様だが、外を睨む獅子の内側に、ビルマ文字をあしらった円形の帯ではなく工業、労働者を表す歯車が配され、その上にビルマの地図が重ねられていた。歯車の歯の数は14になっており、ビルマの7つのガンクと7つの州を表していた。歯車の周りは農民を表す稲穂が2本、円形に囲んでいる。 他は現在と同じデザインである。この時追加された歯車、稲穂、そして星は社会主義のシンボル群であり、中国やベトナムの国章にも見られる。2008年の改定では歯車が省略された。ありがとうございます。